頭の体操だから、やってみよう、どんどん。もう一回。どうして敵が来ないのにパスをするんだよ。じゃあ敵が来ないっていうのはどういう状況か分かる？敵が来ないってことは君は何考えてんだろう。だよね、パス狙うんだよ。パス狙わさないように、どうぞ、来たらパスをすればいいだけだよ。あ、これまた頭の体操のトレーニングだね。これはどう？これはね、ちょっと広くしたんですよ、うん、あのパート1よりも、はいはい、だからパート1よりも彼らが進化してんのかなと思ってんだけども、やっぱりまだまだ癖として大股で走っちゃったり動いちゃったりするから、うん、あのできないんですね。さて今日はもう一個進めて、じゃあディフェンスはこんな立ち方でいくのか知らないけど、あそこ行って、はい、あそこ行って、あそこ行って、どんな歩幅で走る。誰もやってないじゃない。はい、黒を着てる人は小股で動くように、小股で、小股で、よし、やってみよう。ストップ。ねえ、見えないの？動いたじゃん。なんでここ出さないの？なんでぼーっとしてんの？なんでやってんの？帰るだけ帰りゃいいじゃないか。はい、フレッシュになって、はい、行こう、やってみよう。また、えいえいえい、しょー、敵が来ないのになんでパスするの？君はコースを敵が来ないのにパスしてるの、どうして取らないんだね。あの子のミスが見えなくなっちゃうわけ。ミスは取んなきゃダメだって。ストップ。5番、なんでスライディングして取らないんだね。だからミスに対して目をつぶっちゃいけないんだって。ミスに対してはミス。 OK、 レッツゴー。ボールの置き場所、君はさ多分いい選手になるよ。この中で多分一番いい選手になるかもしれない。誰と出会うかだけど、とても動き方がいい。それからトライする、言ったことをすぐ反応する、とてもいいよ。小股と大股の使い分けをきっちり見る。それと足の出し方までやったじゃないですか、はい、さっきのスライディングで、それが出んのかなと思ったらやっぱり出ないわけですよ。ほらまた取り行っちゃった、うん、ほら取り行っちゃった、うん、これ7番の子ですか、ね、うん、なんで足出せるのか僕はよくわからない、うんうん、だから頑張るっていうことを指導者に言われてるんですよ。頑張れ頑張れ、頑張ってやったふりです、言い方悪いですけどね。そうそう、7番の頑張れ頑張れ、うん、違うだろう、うん、様子を見ろよって感じだよね、うんうんうん、様子、うん、様子を見てずれた時に狙うと。様子を見ながら今だっていうシーンを発見できるかどうかがものすごく重要なことですよ、うん、そこでスライディングしてもらうわけですもんね。そうそうそう、スライディングできるかな、足出すわけです。立ち方も悪いもんね、まだね、腰高だし。あー、うん、だから外にいる人たちの立ち方と中にいる人たちの立ち方当然違うわけですよね、うんうん、だって素早く足出さなきゃいけないんだから、うん、だからこういうことがまずトレーニングでその口酸っぱく言います、うん、で試合になった時にこれだって発見するやつも出るわけですよ、うんうんうん、練習ではできなくてもじゃあ試合でできるのかというと、僕は練習でできないやつは試合でできないと思うよ、うんうん、だけど何かいつも発表会っていうのはきっかけを与えるもんでもあるし、つまり見てて学ぶやつだっているわけですよね、うん、おあいついつもリーさんから指摘受けてんだけどやっぱりダメだよなあそこはとか、うん、やっぱりあいつトレーニングでできてるから、うん、試合でもできるよなとか、だからそういうふうにそのあらゆるものを見てるわけですよ。自分が直接やってることもあるけど、ボール見て、もう一歩右、オッケー、ここにいんだよ、ここ、君ここにいたの、どうしてここにいないの。知らないよ俺は。たった一歩だよ、たった一歩、たった一歩で、あ、いい選手だね、たった一歩やんないでダメな選手だね、どうすん。知らないよ、俺の問題じゃない、お前の問題だ、さあやってみろ。
大股じゃダメだって、向きになって動くな、向きになって OK OK、 いいぞいいぞ。あのね、選手はね1メートルをね、こうなんつうのかな、出し惜しみするよね。例えばここでいるよりも一歩ここの方がディフェンスの視界から消えるのに、でここにいるとディフェンスが足出すよなっていうのが分かるはずなのに、いつも考えてないトレーニングをしてるからここでこう取られちゃう。一歩こう動くだけでうんと視界が変わるもんなんですよ、サッカーっていうのは。だから1メートル惜しむなって僕はよく言うんだけど、まさにこれがこのトレーニングですよね。うう 一歩どっちかによればそのまま広がりますもんね、やっぱりね。だからこれはもう非常にオーソドックスな、ちっとも面白くないトレーニングでこれやってる側としてはもうこんな面白いこと、面白くないのなんでやんのと思うぐらい面白くないのね、僕は、うん、やってても面白くない、うんうん、だってできないんだもん、うん。ストップ7番くん、どうしたいんだね、どこで。じゃあさ、考え方変えて、ここで取りたいのか、で出した、出させたとこを取るのか、2つあるわけだ。どっち、まあ、1個しか考えてないから止めてんだよ。2つだよ、ミスしたら取れる、もしくは出させて取る、この2つしかないから。それで一番大事なことは立ち方、素早く動ける立ち方、やってみよう。この子たちこう頭の体操で、敵が来たらパス、敵が来なきゃボールを持ってる、うんうん、っていうのを指導しちゃったもんだから、なんか中途半端な動きになっちゃうんですよ必ず。だから行ったふりして出さして取るっていうのを、行ったふりとかみんなこう見えてますから、この体重のこの関係とか、前のめりになったら下がれないから、だからちょっとずつこうやって寄っていくのか、どういうやり方になるか分かんないけど、出さして取るっていうのも確かにそういうことかもしれない。だからディフェンスっていうのは必ず退屈なもんではなくて、非常に面白いものだし、駆け引きっていうのはそうやって学んでいくもんなんじゃないかなと思うけど。あとよくやっぱり相手見なきゃダメですよね、体勢がどうなのかってリスさんがおっしゃる、ね、だから見ないとできないですよね。だから頑張れなんて言われちゃうからさ、頑張んない。相手をよく見ろってことですね。もちろんもちろん、やっぱりサッカーってやっぱり見なきゃね、ゲームをよく見て適切なところに動く。だから TPO ですよね、うん。だからお葬式行くのに赤いシャツ着ていかないでしょ、うんうん。だからそういう意味では、その時と場所、サッカーっていうのは、僕はサッカーができる子っていうのは時と場所、 TPO が心がけれる子だと思うんだけどね。だからご飯食べててもやっぱりスポーツウェアで食べないとか、うんうんうん、でも大人が、おいそれでいいんだよお前、なんでそんな格好してんだよって、わざわざ着替えなくていいよっていう大人と出会っちゃったら、その子はずっとジャージっていうかスポーツウェアでご飯食べちゃうけど、大人がちょっと着替えようね、さっぱりしようねって言っただけで、ああそうだ、気分がいいもんだと思うじゃないですか。だから大人のモラルっていうのはものすごく重要なことですよ。何を得たんだ今日は、何を得た。多分みんな個人差があるから、いや僕はフォアバーすごく分かったとか、小股から大股だとか、ゆっくりから早くだとか、ゆっくりから早くっていうのは力を貯めておいて強くっていうことにも頭の中でこう自分の単語で作ってくれてかな。ボディバランス大事でしょう、ボールの入り方大事でしょう、スルーボール大事でしょう、膝から下大事でしょう。どうして今までできないの、先生が指導者が教えてくれなかった、言われてない、違うよ、みんなが考えないからだよ。僕は教わったことないよ。だから上手くなりたきゃ一言も聞き漏らすまいぞっていう顔つきしてくんないと、一つも見逃してはいけない。それから上手いプレーは見習うんだよ。やってて、あ、こいつはトロいなってやつもいるかもしれない、それは見習わないんだよ。これから多分君たちはいろんな自分より上手い選手とかすごい選手とかも出会うだろう、もしくはそうじゃない人とも出会うだろう。だから君たちの目が大事なんだよ、どれに真似ていくんだよ、そういうことを大事にしてやっていく。